カザフソビエト社会主義共和国の国旗は法令上は1924年に最初に制定され、その後幾度かのデザイン変更を経て1953年制定のものがソビエト連邦の崩壊を経て1992年まで使用された。1924年9月20日、キルギス自治社会主義ソビエト 共和国中央執行委員会大幹部会が採択した旗についての決議では、すべての未確認の旗の案を禁止し、金の縁取りを持つ赤いごぼうと金の釜と土を表示した赤旗のみが認められた。1924年9月20日から1937年までのキルギス自治社会主義ソビエト共和国、カザフ自治社会主義ソビエト共和国、 カザフソビエト社会主義共和国の国旗上の決議にある未確認の旗の案とは自治共和国とロシア連邦共和国の国名がアラビア文字のキルギス語とロシア語で書かれた赤旗であると推定される。また、キルギス自治共和国中央執行委メンバーの記章の一部には赤旗にファイと表示したものがあり、このデザインもキルギス自治共和国国旗として 通用していたのではないかとも推定される。1924年9月20日まで使用されていたと思われるキルギス自治共和国の国旗翼1925年4月の第5回キルギス自治共和国ソビエト大会において、キルギス自治共和国はカザフ自治共和国と解消され、1936年12月5日の第8回ソビエト連邦臨時ソビエト大会での決議により、 カザフ自治共和国は、カザフソビエット社会主義共和国へ昇格した。その後、翌1937年に承認された、カザフ共和国憲法の第123条では、国旗については、旗竿付近上部に、金色の釜と土を、その付近にカザフ SSRZ と表示した、縦横比1対2の赤旗と定められた。 1937年から1940年11月10日までのカザフソビエト社会主義共和国の国旗一方、同年にモスクワで行われたパレードに出席したカザフ共和国代表団が掲げていた国旗は QSSR と対処したものだった。当初ラテン文字で書かれていたカザフ語の国名は1940年11月10日の 第一期カザフ共和国最高会議第5回会議で制定されたカザフ語アルファベットをキリル文字とする法令によりキリル文字へと切り替えられた。1940年11月10日から1953年1月24日までの国旗1953年1月24日にカザフ共和国最高会議幹部会が承認した法令により新たな国旗は 上部旗座を付近に、金の縁取りを持つ赤い星と金の釜と土を表示した、縦横比1対2の赤旗。その下端から9分の1の距離に、旗の高さの9分の2の幅の水平の青い帯を持つ、と定められた。これは1956年4月27日の、最高会議官部会令、カザフソビエト社会主義共和国の国旗に関する規則、によって承認され、 さらに1966年9月21日の最高会議幹部改例によって国旗についての最速が定められた。1978年の憲法にはこうある。カザフソビエト社会主義共和国の国旗は水平に配された三色の帯からなる布である。上部赤色の領域は 旗の高さの3分の2を、中央アジュールの領域は9分の2を、株赤色の領域は9分の1を占める。上部赤色の領域、旗竿から旗の幅の4分の1の距離には、金の釜と土を、その上部には、金の縁取りを持つ赤い五房星を表示する。高さに対する、幅の比は1、2とする。さらに、1八十一年八月十八日の、 新たな法令により、鎌と土は、変調を旗の高さの4分の1とする、正方形に収まる。柄を含めた土の長さは、正方形の対角線の4分の3とする。五芒星は、旗の高さの8分の1を直径とする円に収まる。星の縦軸から旗竿までの距離は、旗の高さの4分の1とする。旗の上端から星の中心までの距離は、 旗の高さの8分の1とするとの精密化が図られた。1953年1月24日からソ連崩壊を経て1992年6月4日までの国旗その後、1991年12月16日のカザフスタン独立宣言を経て、翌1992年6月4日に新たなカザフスタンの国旗が制定されたが、ソ連時代の国旗は、 理由のある場合には1994年1月1日まで自宅内での使用を許可されていた。ありがとうございます。